皆さんこんにちは。どうもカリスマです。ブブーン、ハローヨジュー。4月の収支報告をしていきたいと思います。4月もう終わりましたね。今は5月です。先月の出費どれぐらいだったのか、皆さんが多分かなり気になっている食費と日用品からいきます。まあ、食費は主に業務スーパーがメインで、あとイオンさん、マックスバリューもいっぱい行ってます。あとは、ドラッグストアですね、と八百屋、すごい安い八百屋さんがあるんですけど、でもやっぱりね、こう、まあ、現金払いってなるとね、まあ、現金でもいいんですけど、やっぱりクレジットカードでこう切りたい、でまとめて払いたいとか、なんか私的にはあるんですけど、まあ、旦那的にはやっぱり、まあ、現金でもね別にいいじゃないって、うん、まあ、近いしね、それからガソリン代とか考えたら確かに現金でもいいのかなって、ちゃんとやればね、何が一体かはよくわかりませんけれども、主にクレジットカードがあるところを私行っちゃう癖があるので、最近なんかね見直してみたの、現金でもいいのかなって、うん、だって夏だしさ、自転車で行ける距離で行った方がいいかなとか思っちゃってます。 27,722 円です。もうおむつもね、ほとんど娘ね使わなくなったので、結構そこで浮いてますね。保険代から行きましょう。まあ保険料はね9,252円で、車の保険はね、私ソニー損保なんですけど、ソニー損保はね、先月なかったでしょ。で4月更新日なんですよ。でも2ヶ月分取られちゃうの、請求来たんですよ。7,480円車の保険で、次 Wi-Fi 代が980円。もうね、ニューロ光最高だわ。全然障害ない、全然普通につながるし、いいよ。うん、1年間980円だから、2年目でもそんな高くなかったはずです、忘れたけど。はい。で携帯代は4,828円で、次光熱費いきます。で光熱費なんですけど、電気代はね、まあ、北海道なんで、北海道の人、北電っていう電気がまあ主流なんです。で、そこに引っ越した時に変えちゃったんですよ、なんでか。わからん、わからんくて。でもやっぱ北電さんちょっと高いかもしれない。そんなこと言ったら北電に殺されちゃうかもしれないけど、北電ちょっと高いかもって思っちゃった。まあ、2ヶ月分の請求来たんですよ。ループ電気に変えたから。まあ、約丸々1ヶ月分の請求がね、早めに来てしまってるんです。ってことで、2ヶ月分来ちゃってます。9,539円と、10,020円ってことで、だいたい2万円ぐらいのね、請求が来てしまったんですよね。いや、高いよね。で、ループ電気だったらもうちょっと安いはずなの。7500円とか8000円ぐらいで収まるはずなのよ。ちょっとね、早くループ電気さんお願いします。電気ね。IH、ラジエントヒーターだから、主に調理がね、結構やっぱ電気代はガツンと来ちゃいますね。ただし、灯油代。ここで挽回します。挽回。灯油代は、暖かく、まあ、なって、ストーブ使わなくなったんですよ。春だからね、まあ、我慢してるのもありますよ。寒い日もたかない、使わなくなって、ほとんど灯油使わないくなったの。使わないとその灯油も請求されないのでね、とか言って、どういうこと。あ、そう、灯油はね請求来ないんですよ。だから、はいはい。水道代です。水道代もすごいの。ね、これ驚くよ。これとタイトルに入れちゃってるかもしれないんだけど、水道代2ヶ月1874円でした。ありえるのかなってちょっと思ったんです。前のマンションを住んでた時は国水道代高くて5000円ぐらいかかったんです。多いって日もあったよ。座敷わら住んでんじゃないかな我が家とか、ちょっと怪しんだ時もあります。ただ次座敷わらしがいなくなっちゃったのかなっていう感じで、水道代が2ヶ月も請求で1874円。これね、水道屋さん間違えたんじゃないかなってちょっと思っちゃった。水道屋さんカウント間違えたんじゃないかなって、そういう時あるでしょ。人間だもん、 AI 管理してるわけじゃないでしょ。だからちょっとね、大丈夫かな、まあ別にいいかみたいなね、いいのかな、いや、わかんない、言ってないよ。水道屋さんには言わないけど、たまにあるじゃない、なんかさ、レシート見たら逆になんか多く請求されちゃったりとか、逆になかったりとかとか、そういう時はね、ないですとか言うけど、水道メーターはもうね、ちゃんと管理してるって思うから私は言わないですよ、もう。ただね、私節水をしてます。節水をかなりしてるから、その結果なのかなとも思います。1ヶ月900円って、いや、やばいと思うけど、ただし、そのお風呂の残り湯で洗濯してる、毎回洗濯してるから、それもしっかりほんと結果に出ちゃったパターンっていうのは否めないです。やっぱり洗濯機の水の量って結構使うでしょ。あとトイレもね、前よりね、すごいね、節水機能がすごい充実してるトイレだから、それもあるかもしれない。
マジで。だから本当にこの値段はマジ真実 truth かもしれないです。そう、何が真実かもわからないのだから、結局これだって普通さ2ヶ月でね9000円ぐらい取られてるところがさ7000円ぐらい安くなってるんですからね。 unbelievable ですよ本当に。ちょっとうるさいな。だから、まあ、電気代はやっぱり高くなっちゃう分、灯油代と水道代がかなり低くなってるっていうのあるので、私的にはすごい嬉しいですね。春と夏になってさ、暖かくなるでしょ？で、日もさんさんと出るじゃない？で、北海道って関東みたいにジメジメしてないんですよ、夏。カラッとして、グアムのような感じなんです。グアム。グアムのようにカラッとしてる、そしてさんさんと照ってるので、洗濯を朝干すのとっても最適なんです。ベスト、すごく適してるんです。なので、お布団とかやっぱ洗いたいじゃない？冬の洗ってない時の布団とかシーツがもう、朝とか朝日を浴びさせたいから朝最近はもうすぐに知ってるんです。だから残り湯もやってるけど半々になってきてる。やっぱり朝干したい、冬は干せないから、北海道冬長いからさ、やっぱ夏にカラッとしたとこでこう日光消毒したいっていう。水道代はもしかしたらねちょっと上がるかもしれない、まあ、でも鼻炎家族なのでねやっぱ日光消毒したいんですよ。はい、次は雑費。ちょっと我が家の4月に結婚記念日というものがありまして、ちょっとケーキ買っちゃったりしたので、ちょっと高くなってます。8070円。ガソリン代はね、1回しか給油しませんでした、今回。8357円。高い。1回で8300円。でも今さ、下がってきてるじゃん、だんだん。リッター175円とか行った時が今160円ぐらいまで落ちてきてるでしょ。頑張れって感じ。でも戦争の影響もあるよね。なんかなんとも言えないです。ここは次家賃は変わらず68000円、国民保険料は4000円で、私の my 車検は13000円になります。変わらずね。はい、で合計は173,095円になります。うん、変わらないのもね。で私の支払いはまあ折半なのでね、私の支払いはね93,047円になります。うん、旦那もねほら傷病手当金じゃねえや、失業保険の手当受けてるからお金は大丈夫なんですよ。私だけがいつもピンチピンチピンチ、エブリデイピンチです。収益、収支なんですけども、収支やっぱ発表しないって前決断してるので、私の今のところの収入源っていうのは看護師と YouTube だけなのかな。うん、多分っていう感じで、赤字か黒字かだけは言います。赤字です。赤字です。大体わかりますね、そしたら。予想はつきますね。赤字です。ただね、ちょっと一言言わせてもらうとね、かなり良かった、今回は。収益。今まで結構いいんじゃないかな。残金。残金と貯金。もう区別がつきませんけども、これも、まあ、20万以上あります。はい、まだ、ゆとりはあるのかな。なんかね、こう、すべてが中途半端なんですよ、私今。すごいね、こう、収支報告をワードでね、うって思ったの。いや、中途半端だなって思っちゃったのよ。あなたね、家族あるんだからそんな、その無知なことをしちゃダメよとかわかるんですけど、なんかすごい中途半端で逆にこう20万使っちゃいたいなとか思っちゃうけど、そこはちゃんと気持ちを留めといてね、こう YouTuber 魂が出ちゃうんですよ。そんなのいらんわな。いいお知らせと悪いお知らせがあります。いいお知らせ。朗報からいきたいと思います。世界情勢として。ドル高なんですよ。ドル高。これがどういう影響を及ぼしてるかっていうと、YouTube のお給料は、USA から出てるので、USA から出てるので、ドル高いのよ。1ドル、昔は100円とか120円が、ね、わからないけど、高いのよね。調べてない、ごめん。でもドル高でしょ？円安になっちゃってるんだけど、給料がね、自動的にこう上がるわけですよ。 YouTuber さんはいいかもしれないね。アメリカのバイデンさんに感謝ですね。バイデンさん。じゃあ次、秘宝です。悪いお知らせは、謝税がそろそろ来ます。私乗ってるのは一応ミニバンなので、謝税がねだいたい4万ぐらい来るんですよ毎年。やばいです。
やばい。中途半端と言ってたけどやばいですね。こういうところでやっぱり出費がドカンとくるので。まだね、請求来てないんですよ。これなんか来ないとかないかなと思って、ちょっと、来ませんようにとか願ってるんですけど、そんなわけにいかないと思うんで来ると思います。いいことがあれば悪いことがあって、悪いことがあればいいことがあるっていうのはもうこれ当然の自然現象なので、どうしようもないですよね。そんなもんなので仕方ないです。まあ自分次第なのかなってちょっと思ってます。皆さん、頑張りましょう。収支報告以上になります。ご参考になれば、何かもしわからないこととかあったら、コメントください。お待ちしてます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。